エリコとケイコの音楽人生ラインアップのお時間です。ちょっと雰囲気違うでしょ。今日は、録画、うん、でお送りしたいと、生じゃないんですけどね、思います。某都内のスタジオに、はい、急遽来まして、ここで撮ってるのでちょっと、はい、超新鮮、上目遣いな感じなんですけど、ね、あ、これで大丈夫かも。あ、いい感じ。よかったよかった。ちょっとね、眉毛とかないけど。ちょっとこれで、はい、ご了承ください。今日はスタジオだから結構思いっきり演奏はできますね。そうですね。そう、なので今日も、多めに演奏をしていきたいと思います。はい、今日はまあ、お話も多くしていくと思いますので、今日はね、メッセージを読めないので、はい、コメントしてもらっても私たち後々でチャットチェックしますので、はい、どんどん送ってください、はい、ファックスは届かないんで、ファックスね全然来なかったじゃんね、ファックス、ね、いつか欲しいね、ファックス、ファックスね、欲しいよね、ファックス欲しいけどね、来なかったよ、ファックス、そうですね、ということで、じゃあ駆けつけいっぱい、はい、駆けつけいっぱい弾きましょうか。ちょっと聞いてもらっていいですか。なになに、この間やけどしてたじゃないですか。うん、あ、やばい。見えるかな。これ。しかもやばいところやってる。昨日バターを切ってたんですよ。で、細いちっちゃいバターを手でこうやってこう持って切ってて。え、それってナイフで？バターナイフ。ギザギザのバターナイフでこう切ってて、こっち行っちゃって、そのままグッて切っちゃったんですよね。でもバターナイフってそんなに切れ味良くない、良くないから、相当結構グッちゃっちゃ、そのバターをこうやって切ってる勢いでどんだけバターかって肩からだよね、うがっていったから、なんかお肉を切った感触がすごいあった、グレッて切っちゃった。痛い、久しぶりにちょっと痛い。それってどこやったんだ。あ、でもね、押さえるところのちょっとこっち、ここ、おお、うん、何センチ、見る、いやだだだだでも当たらないって、あ、微妙にね、でもちょっと寄る、押さえるとさ、お肉寄るじゃん、だから、いやー、そうなのよねそうなのよね、ちゃった、怪我ね、うん、あ、治ったの、あ、なんかね、あ、すごい結構いい感じに治ってるんですよ、ほら、あ、でもちょっと後はまだあるね、赤くね、でもこっちがね、全部消えて、よかったよかった、そう、いい感じに火傷が治ってきました、ね、もうね、途中からね、めんどくさくてね、薬も塗ってなかったなんか、治るね、人間の力、治癒力、自然治癒力はすごいです ね、よし、ということで、じゃあ、駆けつけ一杯、うん、元気なやつか、ちょっと BGM 切りますよ、はい、じゃあ、なんか狭いのは変わらないみたいな、そうだなそうだな、ちょっとこんな感じかな、本当だよね、じゃあね、今日は、まずはね、うん、ちょっと喋っててね、リベル単語からいこうかなと思います。試行錯誤しながらやっていきます、狭いのが確かに変わらないね、この画面の中に入ってるかな、ちゃんとちょっと消えるかもしれない音量は出せるんだけど、そうね、面白、じゃあ行きましょう、thank you.
ありがとうございます。暑い、やばい。今エアコン切ってるからね。ちょっと湿気が。暑いだ。暑いぞ。じゃあ BGM お願いします。あ、そうですね、はい。いいね、この全部手作り感。手作り感ですよね。はい。暑い、マジ本当最近暑くてやだ。あれ、梅雨って終わってないよね。いやー、あ、でも宣言は宣言、宣言終わります、宣言、うん、宣言だっけ、宣告、あれなんだっけ、宣告、なんだっけ、もう死ぬみたいじゃん。じゃなくて、なんだっけ、梅雨入り韓国、あ、違うな、梅雨入り宣言、宣言かな、梅雨明けでしょ、梅雨明け、もうしたの、いや梅雨明け宣言、梅雨明け宣言してないね、まだしてない、まだしてない、まだしてない、なんかこれからでしょ。でもなんか全然天気が悪い。天気悪いね、やだね。天気悪い。あれでも走ってるからさ、天気悪くても走ってんの？走ります。ただ私あんまり雨の日は行かないかな。なんかそれこそ夏はもう焼けるし、あ、まあそうね。そう、暑いし、だからジム通おうと思って。うん。筋トレできるしね。ああ。筋トレしたいと思って。一人で黙々とできる人？できる。私どっちかっていうと一人でやりたい人、一人で、どっちかっていうと、まあ一人で走るのもすごい好きなの、みんなで走るのもすごい好きですけど、全然一人で黙々と走るのダメなんだよね。あ、そう、そういうことだろ、キックボクシング、そういう系だったらいいんだ、空手とかなんかこういいんだけど、一人でこうずっと同じことをあ、ダメずっともうこうやってダメ、全然ダメ、踊るとかの方がまだ平気、友達とジム行った方が甘えちゃうかも。喋れるから、喋っちゃうから、なんかずっと同じことやったらなんだよね、あのロードランナーとか。あだからトレイル向きですよ。何トレイル？山景色変わるから。ああとなんか黙々と木の根っことか、こう岩とかを避けていかなきゃいけないから、意外とやることいっぱいで、あ、頭使うね、そう、あっという間に十何キロとか行ってるから、トレイルすごいおすすめ。山か、虫いっぱいでしょ、これからの時期は大変ですよね、虫ね。でも走ってから、走ってから、でもさ、走ってると汗かかいて二酸化炭素が出るから蚊に刺されるんじゃないですか。でもだからみんな結構ケアしてる。でも山すごいおすすめ。そっか、戦いたいんだよね。あ、でもケイコさんは戦う方が合ってるのかもしれない。戦いたいんだよね、こうなんかちょっと戦いたいから。戦えばいいじゃないですか。戦おうと思って。あれ行ってるでしょって、まだまだお金がなくて行ってない。一人で走ってる方がさ、お金かかなくていいよね。そうだから、ランニングを始める理由もそこに結構あるらしいですよ。なるほどね。そう、お金かかんないから、ね、まあ一回ね揃えちゃえば、うんうん、シューズとかちょっと高いけど、そう一回ちゃんと揃えちゃえばっていうのはある。うん、泳ぐのもお金かかるもんね。そこら辺のね、川で神田川で泳ぐわけにはいかない。死ぬし臭いし、ね。ちょっと泳いでくるわっつって。神田川じゃ泳げないしね、隅田川とかね。ちょっと浅草から怖い行ってくるわっつって、無理だもん、それは無理だもんね。ちょっとあれ BGM 止まった、あれ止まった、もう一回行こうか。川ね、あれはあのなんか東京体育館とかに私もこの間行ったんですけど、なんかそう、うん、に一日だけこう例えばジム行ったりとかプール行ったりとかできるんですよ、数百円で。へー、めちゃくちゃ良かった。代々木体育館のジムが使えるってこと？そう、へー、大きいの？広いの？大きいで、やっぱりなんか区市、うん、区だね、区がやってる、市ではない、区がやってるからすごいなんか、あ、すごい綺麗、ね、だし、はい、なんかこう物も多いし、しっかりしている、お風呂とかもあったし、へー、銭湯？いや、まあ本当になんかチャポンみたいな、あ、なるほどね、うん、汗流せますよみたいな、あれいいなと思ったんですよね。でもあるでしょ、自分の区の体育館。でも体育館って全部貸してんの？うちはある、ジム今日の、うん、ある、ある、うん、安い。代々木いくらだろうね、500円ぐらい、
500円もしなかった。あ、そうかな。うん。区民プールがあるから、そこは去年行ってたけどね。へー、プール？うん。泳ぐのが好きだからね。マジで？走るのはダメなんだよ、私。泳ぐのは好きなんだけど。でもバイオリンリストはあのあれ水泳がいいって言いますよね、昔から。そう、なんかこう肩甲骨を使うからいいとかっつって。なんか水泳は有酸素運動だからいいとか言うけどね。ああ、もういいでしょうね。眠くなるよね、泳いだって。眠くなる、ね、眠くなる。有酸素運動って、ね、眠くなるの？なんでプールってだるくなるんだろうね。あ、でも水圧で結構負荷かかってんじゃないかな。はあ、水圧。いや、プール行きたい、めっちゃ行きたいけど。プールはいいね、水いいよ。あの、そう、いいなってめちゃくちゃ思うけど、あの水着 の, あのちょっとハードルの高さ。あ、私だからこういうの買ってる、こういうスポーツね。そう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 、ここまであったら平気だよ。あと誰も見てないよ。そうな、確かにな、気にしてるよ。そういう目的で来てないから、区民プールとかだと。確かに確かに、そっか、結構ね、年配の人も多いし。え、みんなガチでこう泳いでるんですか？うん、黙々と。あ、いいね、最高。楽しそう、楽しそう。やっぱ泳いでる。私もかれこれ何年泳いでないか。何十年。行かないと泳がないからね。海も嫌いだから。あ、海嫌いなの？怖いです、怖い。見てるのは好きだけど。え、水嫌いな人？うん。じゃあ海が怖い。海が怖い。だって海の生物。どこまで行く気だよ。いやでも結構近場に来ちゃってるじゃないですか、なんかエイとか。エイ？うん。そこら辺で遊んでる分にはエイはいないと思うよ。本当に？うん、あ、そう。え、どこの海の話してる？なんか私千葉の桟橋、なんか有名なところ、で CD のジャケ写を撮るときに、その桟橋ちょっと歩いてたら、なんか暗い物体がうわーって横をなんか行って、えって思ったらこんなエイが。えーみたいな、こんなとこまで来んのっつって。浅瀬？浅瀬だと。えいってそんなに浅瀬にいるのかな。なんかもうちょっと沖の方にいる気がするんだけど。そう、でも本当にここにいたの。ここにいたのよ。でもえいは大丈夫じゃない？刺すんだぞ。え、刺すの？えいって知らないの？えいって尻尾に毒針があるの。あ、ここの先っちょ？そう、あのこうなってる、ここら辺に。あー、知らなかった。あれ違う？そうそうだと思う。エイって何、毒あんの？おおるおるおる。へー、違うかな。ちょっと嘘言ってたら面白い。え、ちょっと待って、エイとかヒラメとかいるじゃん。ヒラメはないと思う。エイはいるの？エイはいる。だよね。ほら、エイの毒。あ、ほんとだ。結構やばいらしいっすよ、エイ。海水浴客が波打ち際や入り江。ほらほらほら、あ、砂に埋まってんだ。ほら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 、踏みつけてしまう。あ、そっかそっかそっか、こう砂の中にいるんだね。危ないね。怖い、こんな。でも、江ノ島でエイは見たことないな。え、いるよ絶対。本当？エイ、江ノ島。今日は調べてくれる人がいないからね。ほらほら、江ノ島で釣れたエイ。本当だ。江ノ島出るんだ。いや、絶対いるもん。私、あのね、一回ね、でも、なんだっけな、海行って、魚と泳いだよ。どこ？日本？日本、日本、日本。日本の、伊豆の、伊豆、ちょっとまたそこから船に乗って行く、ちょっとした島っていうか、あって、もう、ちょっと水入ったら、もう魚うようよいだ。え、怖い。平気だったよ。何にも刺されなかった。私あの船虫の方が嫌だったけど。ああ、臭いよ。ってゴキブリみたいな。あれ超気持ちよくない？魚もだってピューってやったらシューって逃げてくる。いや、まあ、そうだけど、そういう魚も多いけど、その もっとすごい魚いっぱいいる。サメとか。うん、あ、怖いね。なんかそういうのにもしも遭遇したらっていうのを考えちゃうんですよ。ああ、なるほどね。だってバカでかいのが海にいるんだぜって思うと。そうね、怖すぎる。あと海はあの下が見えないのが怖いね。それ、黒いの、暗いから。それそれ、怖いな。それで、なんかあのジャポンしたことあります？どういうこと？あの、なんかこう、それこそ
何出っ張りのところから、えいっつってなんか、いやーって、ジャバーンってしたことあります？ない？飛び込み。あったかな、ないかな。バナナボートで放り出されたことあるけど。もうね、飛び込み したんですよ。その高校の時だったから。いや、結構高かった。結構、うん、確かに高かったかな。うん、高かったけど、イエーイっつってみんなでわーってやって、もう、ジャボンって行った時に、思いのほか沈んだんですよ。ああ、はいはいはい。びっくりしちゃって、怖ーみたいな。うんうん、でも、やってもやっても上に行かない。わかるわかるわかる。パニックに、これはパニックになると思って、うん、いや、落ち着けみたいな。あ、飛び込みね。あ、したことあるわ。怖えあ、確かに結構行くね。そう。ズボーンって行くね。その時に見た光景が、うん、恐ろしすぎて、ああ怖ーと思って海。確かに呼吸できないからね。やっぱ怖いよね。パニックにはなるか。海とか山とか自然は舐めちゃあかんと私は。まあそうね、そうね。怖いね。怖い海。タイタニックみたいになったら怖いね。悲劇。私でもいつも思うんだけどさ、タイタニック映画見たん？見てる見てる。タイタニックこうなったじゃない、うん、で折れてバキーンってなって、うん、その時にシュッって飛び込んで海飛び込んだら大丈夫じゃないのって思ったんですけど、あれ沈む時にすごい渦で巻き込まれていくんだってね。無理なんだね。一緒ね、うん、無理だね。シピューンって言ってもあれみんな凍りついて死んでましたもんね。そうだよね、寒かったんだよね、うん、そうかな。いやもうやだ、もう絶対船とかもいいですって感じ。船は私酔うからダメだな。あ、そう、うん、私は酔わないんだ。なんか釣り誘われることが何回かあったんだけど、うんうんうん、沖釣りだったらいい。そう、あのここだったらいいですって、うんうんうん、地面からだったらいいですけど船で行くのは嫌ですって言って絶対巻き消しちゃうから。でもね、やったことないんだよな。私ももしかしたら酔うのかな。乗り物酔いする？いや、しない。ほぼほぼしない。ああいう船は臭っていうからな。臭い車にはよく。ああそうだね、あれ臭いな。無理だね。独特だね。沖まで行ってやるやつはやっぱり全然何にも酔わない人もさすがにやっぱちょっと酔ったりするみたいだね。へえ、うん。でも慣れるらしいけど。へえ、うん。慣れるんだ。うん。え、乗ってる間に？うん。慣れちゃうんだって。へえ。いや、なんかやってみたいなとは思うんですけどね。釣り？でもなんか思いっきりちゃんとしたプロの人じゃないと一緒に行きたくない。怖い。結構いるんだよね、釣り好きな人。いる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 、私もめっちゃいるね。もうなんかほんと釣り好きな人って本当に行くよね。行くね、本当に毎週行ってる。すげえなと思う。釣りね、ハードルが高いな。釣り釣れるかどうかもわからないわけじゃない。とかやってたでしょ、ね、えでも何が釣れるかっていうローンがあるのかな。でもそれを釣りに行くわけじゃん。今は時期だからタイを釣りに行くとか。なんでわかんだろう。え、そんなだって海あんなでっけんのにタイビャーっているわけじゃない。だその時期になるとやっぱりいる。ここポイントがあるあるんじゃないかな、うん、ポイントに行くわけでしょ、釣れるポイント。適当に垂らしてるわけじゃないんじゃないきっと。そう、はい、この時期は何とかがよく釣れるからとか言うじゃない。みんな言ってるじゃん。まあまあでも面白いか。まあまあ面白いけどハマれば。なんか漁体験をできる伊豆、うん、それこそ伊豆のところに行って、うん、まあ本当になんか網っていうか本当漁を見るだけなんですよ。だからもう本当に何が入ってるか分かんない状態で、マンボウとかも何匹も入ってたりとか。マンボウ釣れるの？マンボウ釣れるの。マンボウ食べたりとかできる。マンボウ食べれるの？食べれるの。え、食べるとこあんの、あの人たち。あるのあるの。本当ブルンブルンしかないじゃん。ブルンブルン。へえ。そう。キュッとしててもうここまでしかないじゃん。そう、でももう身がでっかいから、もう身、あと肝？あ、肝か。そうそう。え、マンボウってさ、あれで全身？どういうこと？マンボウって詰まってるじゃん、うん。なんかここまでしかない感じじゃん。そう、だからあれで全身？それともここまでしかない人たちなの？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ここまでしかない人たちどういうこと？だってこうやって泳いでるの？こうやって。いやいや、そうなんだけど、ほら魚ってさ、こういてここにちょくっついてるじゃん、こういう尻尾ぴょぴょって尾っぽが、うんうんうん、だけどマンボウもここで終わってるじゃん。え、何言ってんの？だから
ちょっと待って、だからあの何をどうすれば、どうすれば分かってくれるの。え、縦、ほら縦長だよ、縦長。え、ちょちょちょ、だからほら、なになになに、あのなになに、これちょっと、これちょっと見せたいけど、見せたいのだが、これ大きくなんない、もういいや。これね、マンボウでしょ、うん、で、いいですか、ここから足りないじゃん、明らかに。あー、普通のね、うん、だ普通の魚はさ、普通の魚はこのヒレがあってもうちょっとあるじゃん。わかる、言いたいこと。わかるわかるわかる。だからここからなんか足りないじゃん、明らかに。ここ半身足りないじゃないですか。いける。そんな風に思ったことがない。だっていける。顔が泳いでるのもんじゃん、これ。ああ、言われてみれば。だってそしたらさ、これが全身なんだったらバランスおかしいじゃん。言われてみれば顔が泳いでるように見えるわ。でしょ、顔が泳いでるじゃない。で、半身足りないわけですよ。いけんだけど。半身足りないって言えば、だからここは怖っ、これでもうもっと怖くなってきてる。怖っ、これで全部なの、この子たちは。全部やん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 。え、これでこの子たちは全部で OK なのか。ウケる。まあ落としなんかどっかで切り取らないとないと思う。だからここまでで、だっておかしいじゃん、だって半分足りないの。いや、なんか言われたらおかしくなってきた。キモ。怖っ、怖いわでしょ、だから足りないじゃん、どう考えても。怖いって。え、だってさ、ちょっと待って、これだって、だって明らかに足りないじゃん。いや、なんなのこのひらひらね、うん、足りないでしょ、これの尾っぽなんだろう。あ、これでこうやって泳いでんのか。こうさ、魚さ、こうやってさ、こうでしょ、魚で、こっちとこっちにいるわけじゃん、うん、ここどうしたのって話じゃん。確かに。だからこれなんだよ、このビ、このこれ、これここが尾っぽなの。あ、ってことはここが究極に詰まってるの。詰まってんじゃん。じゃあ、あの普通の魚でいうここに入ってるものはどこに行っちゃったのかな。これはキャッチしてんじゃない。あ、じゃあここに、マンボウの場合はここに、ここに来たの。そうなんじゃん。マンボウ博士、うん、教えて。つまりこう、大きいんだけど、だってマンボウここまでしかないんだよ。あ、本当だ、ここでしょ。でもこうやるとマンボウだ。だってそういうことでしょ。ほら、面白い、やばい。そういうことじゃないの、マンボウって。半身の意味が分かった。うん、分かった、分かってくれた。ここでマンボウなわけでしょ。すごい、よく何も見ないでマンボウの半身を思いましたね。半身、俺、私マンボウがどんな子たちか食べたでしょ。いや、食べた食べた。もうでも、これでもうここマンボウだ。ほら、ちょっと上手、すごい。ほら、マンボウじゃん、もう。だから普通、だから本当だ、顔とヒレは普通の魚のバランスまんまに急に終わってんだよ、マンボウって。本当だね、急に終わったらマンボウでしょ。やばー、どこ行ったのっていう。全体だって、ここのバランスは普通の魚と一緒なんだよ。やば、ここが究極にない子たちってことでしょ。うん、マンボウになっちゃう。すごね。いや、面白、びっくり。だって顔はバランスは普通ね。だからすごい疑問だったの、昔から。あ、すごいわ。だってバランスより怖くなってきた。だってこのヒレが、例えばもうちょっと攻めてさ、こう前にね、行ってたら少しこうバランスかもしんないけど、かわいい。バランスがさ、だってさっきね、ここのほら、もうまんまじゃん。ここどこ行ったのっていう。ほんとだ、怖え、ね、マンボウ怖っ。終わってんの。ほら、ここどこ行っちゃったの。怖っ、うん、普通の魚を急に終わらしたらマンボウ。そうだ、うん、面白い、ね、知らなかった。どうなってるのかなってずっと私疑問だったんだよ、マンボウに関して。でもマンボウって超弱いっていうじゃないですか。ああ、すぐ死ぬんだっけ。そうかわいそうだね。あ、やっぱ半分ないからじゃん。なるほど、伝え違うか、わかんないけど。だって絶対顔して、まあでもバランスは悪いよな。顔が泳いでるじゃん。あ、わかった、なんで悪いか。なになになに、ヒレだ、ヒレ、ヒレの位置悪いよ。マンボウの文句、ヒレの位置悪くない？
どういうこと？マンボウこうでしょ、うん、マンボウでしょ、マンボウだからヒレがここにあるからさ、あ、ここにあるからさ、急に終わってんだよね。ああなるほどね、うん、だからやっぱりマンボウはこれを本当だ、バランスよくするんだったら本当だわ、そう、ここら辺にあったらいいんじゃない、ほらもうちょっとなんかポケットみたいな、まあね、あ、本当だわ、真ん中になるんじゃないんだ、そう途中で終わったのかなみたいな、本当だ、魚急にこんなマンボウの話すると思わなかった、急に終わってんだよね、でも多分ここで終わってるから、ここで終わってる感じになってるけど、そこに全部がこうキュッて詰まってるってことだよね、だからでも肝とかも食べるし、肝どこにあるんだろう、でなんか釣れて一番最初にさばいてるのはマンボウ、さばいたの、もうさばいてんの、どうだった、なんかどうなってた、真っ白、へえ、まあもちろん血もウヤーって出てきてたけど、やっぱりなんかこう痛むのが早いんだろうな、身が、うん、だからさばくのもう速攻さばいてた、みんなマンボウ全部、死んだらすぐ腐っちゃうのかな、なんかアンモニア臭がしてくるんですよ、だんだん。そう。でなんか臭くなるのが早いから、やっぱり早く調理するんでしょうね。マンボウの。マンボウ食べたことない。赤いじゃん。まあ美味しい、なんかすごい美味しいわけではもしかしたらないのかもしれない。淡白な味？そうね。ただなんかこう、ね、ちょっと油っぽい感じもあるかな。あ、確かに油。そうだね、肝は美味しかったけど、でもなんかやっぱりそんなになんか好き好んで食べるものではないから、だから、あ、でもたまにマンボウスーパーで売ってたりするけど、スーパーで、うん、私マンボウちゃんと泳いでるの見たことないかも、水族館だいたいこうなってる、あ、横に平らになってるマンボウしかあんま見たことない、死んでんのかなと思って、もう生きてたけど、弱いんですね、だからね、あまりこう元気にこう泳ぐ魚じゃないね。そうだからなんか多分波にこうやられてブーンってやってブンとかぶつかると死んじゃうとかいう。かわいそう。なんか聞いたことあるような。なんか大体こうなってる。あ、そう。うん、あれ死んでんのかな。へえ。池袋にいたのよ。え、サンシャイン？そう。水族館行きたいな。へえ。あ、違うかな。あ、広島かも。死んじゃったのかもしれない。寿命短いのかな。寿命どのぐらいなんだろう。じゃあマンボウ。マンボウこんな盛り上がるとこだろうか。マンボウのでかくことになるのかな。ということでの意味がちょっと分かったけど、はい、そんな思い出を。そんな思い出を。ちょっとね、夏も近いので、まあ、まだ終わってないんですけど、夏の思い出を。終わりましたね、これね。夏がね。お送りしたいと思います。行きましょう。
夏終わりました。終わってくれ。あ、本当終わってくれ。あ、大丈夫でした。夏嫌い？大嫌い。冬の方が好き？冬の方が全然好き。どっちですか？夏する。あ、そうだな。あ、でも夏かな。本当？もう耐えられない。暑いのが。なんかほら、夏ってさっさって着ればいいじゃん。あーコーディネートもさ、冬だとさ、これとこれっち合わせて、ね、これ合わせてみたいな。あだけど、もうビャッて着て、ビャッて。でも暑いじゃないですか。そうね、そうね。汗がね、止まらん。あとあれね、暑いけどクーラーでお腹壊すね。そう、もうわからん、調整がわからない。ね。もうクーラーつけないと、もう熱中症になるんじゃないかと思う。なるでしょうね。ね、なんか 寝ながら、多分これ死んじゃうんじゃないかなと思って、最近かけ始めて、でもやっぱり凍える。うんうんうん。もう。あれがいいんじゃない、あの、扇風機。そう、扇風機もかけてます。なんだっけ、この間ニュースやってたけど、寝る1、うん、2時間前につけて冷やしとくのがいいらしいよ。部屋？うん。あ、そう、うん。でもなんかね、寒いと思って消すでしょ。でもすごい寒いでしょ。そう。じっとーってね。あれなんなのみたいな。ね、湿気だよね。ちょっと辛いね。辛い。もう夏は嫌。ほんと嫌。いやー。秋がいいな。秋がいいな。うん。まあ、秋春ぐらいがいいね。秋春ね。ちょっと梅雨やだな。ちょっとさっきマンボウで思い出したんだけどさ、絵描くのうまい？うん。絵描くのうまいっていうか好きですよ。なになになんで？かけるね、すぐ。何マンボウ？いやマンボウはもうさっき見たからダメだけど、うん、キリン描いてって言ったらすぐかける。かけると思う。なんで？ちょっとなんかお題出して一個絵描いてもらおうか。え、もうキリン描く気満々だけど。キリン描いてキリン。じゃあキリン。え、それ自分で描いたの？そう、これちょっと今グッズを作ってて。え、うまいじゃん。やばいね。ちょっとまだ見せれないですけど。そう。やばいね。消えちゃうか。うまいね。私マジダメなんで。さっきマンボウはなぜか奇跡的に描けたけど。いや。キリンね。キリン。うん、キリン。キリンね。キリンね。あ、太いな。じゃあ私もキリン描くわ。うん。黄色いよね。大丈夫、シュール絵面になってないですか。え、シュール絵面かな。あれ、あ、違う、知ってんだ、角なんだから。キリンはあれ角なん、うん、角じゃないのか。お、待って、ちょっとすごい下手かもしんない。あ、そうですね、首長いのになんかすごいことになってたわ今。あ、うまい、私、あ、うまいかもしれない本当に、なんかやばいかもしれない、私うまいかもしれない。やばい、なんかさっきすごいドヤ顔でなんかはいとか言ってうまいっすみたいな。なんか結構好きですみたいな。あれ、やばい、なんかキリンだよ。やばいんだけど、なんかできた、うん、ダックスンのみたいな。ダックスンドは首長くないの？足短いんだよ。あれ、なんかたすごいことになった。やばい、ガハグになっちゃったかもしれないこれ。私うまいかもしれない。やばくない？これ私でもうまいわ。どの口がうまいっつった待って、私ダックスンドじゃん。うまっ。え、ちょっと私もうまくないこれ。うまい、でも顔雰囲気上手だったわ今。ほら、雰囲気キリンだよ、それ。ごめんなさい、私は超やばい、これやばくない？それダックスフント。ちょっとさっきの絵はね、上手だったんだよ。さっき上手だったのにね。え、ウケる。え、それダックスフントだよ。どうする？すごい下手だった。キリンは難しいか。キリン難しいんだよね。うん、ちょっと無理だった。じゃあ
ちょっともう一個ぐらい描こうよ。いいよ。なんか今絵が描けることが分かってしまった、この iPad で。マンボウを描いて。何がいいかな。何がいい。え、じゃあ超シンプルにいいですか。いや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 、ドラえもん。いいよ。あ、いいよいいよとか言ったけど、青いってことしか分かんないわ。青、青子。黒ってどうやって出すの？分かんない、全部黒で描いちゃった。色。黒。ちょっと行っちゃってっかい。できたよ。え、早くない？うん。あ、ちょっとドラえもんこのぐらいでいいんじゃない？ひげあるんだっけ？ひげある。じゃあひげ描いて。なんか足りないの？じゃあ私も結構やばいけど。怖っ怖っ。え、でも可愛い。え、ちょっと何が違う。鼻じゃない、鼻の色じゃない。目だ、目、鼻、鼻か、鼻か、鼻何色あれ、赤あれとか。ちゃんと色つけてんの。え、鼻ってあれ、あの人はこういうこと。あ、お、ドラえもんなった。あ、なってない。え、なってない。なんかミッキー風味なドラえもんに。あ、そうだね。あれ目が、眉毛ないんだっけ、ドラえもんって。ないかも。ないよな。目がでかいんだよ、目が。目だよね、目だよね。じゃあちょっと目をちょっと山本っぽい目にしてみるよ。うん、ちょっと私なんか言っちゃってるけど。怖っ。どこ開いてるの。どこ開いちゃってる。あ、でも表情は山本の方がドラえもんだな。ほら、ドラちゃん。おデブ。何が違うのこれ。私の怖いくなった。いや、私あの時間かければ上手なんだけどさ。という言い訳。なるほどね。意外と描けるもんだ。いや、上手上手。うん。雰囲気上手。うん。褒めてないよ。雰囲気上手ってなんだよ。褒めてないよ。2回言うけど。褒めてないよ。ちょっと面白くなっちゃった。終わんなくなっちゃう、ね。楽しくなっちゃって。え、しりとりとかやんなかった昔。やったやったやった。はい、やったよね。なりましたよ。いや、おっぱいしよけど。じゃあ、はあ、もう一曲ぐらい弾きますか。暑い、絶対汗だくになると思う。暑いね、一回つける、うん、ちょっと。いや、もう最後までこれ我慢。本当？なんだっけ？なんかね、ここにね、ここにね、うん、直撃しそうなのよ。あ、そうか。この風がね。あ、音ね。そう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 、ね。はい。ということで。暑い。いや、怖い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 。よいしょ。こりゃ、絶対汗まみれ。こっちじゃないのかしら。そのまま行く。そのまま行きましょう。長いですよ。ガチで弾くからで。行きます。それでは、あ、そっか。大丈夫だ。チャルダッシュを演奏いたします。Thank you.
あ、じゃあいい。全然音が鳴らないね。鳴らない。もう、もんもんなすわね。やばい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 。やばいやばいやばい。あれ、止まってる。はい。まずい。やばい。うん、はい、まずいね。ということで今日はね、はい、本当にあのし斬新斬新新鮮新鮮斬新じゃ斬新新鮮なこの放送でしたが、実はですね、はい、あ、そうですね、そうなんですよ、えりことけいこの音楽人生ダウンアップ、2年1年、何月からだっけ、何月からだっけ、このあれ12月からだった、12月からだったかも、1月からだった、あ、どっち、しばにゃんは1人目のゲストだよね、1回目はあれ、うん、そうだよね、あ、そっか、うん、じゃあ1月かも、着物着てたから、うん、12月で丸々かな、1年2年、1年はもう超えてるよね、そう、1年は超えてますよね、そう、2年近くね、皆様にあの応援していただいて放送させていただいたんですけれども、次回の放送が実は最終回なんです、はい、急に終わります、急に終わります、はい、本当に皆さんに本当にね、いっぱい応援していただいて、あの楽しい時間を過ごさせていただきました、まあ、えりことけいこの音楽人生ダウンアップはね、あの今回で、あ、じゃあ次回で最終回なんですけれども、はい、まあ、私たちの活動は変わらず続けていくので、はい、ぜひぜひ追っかけていただけたらなと思います、はい、あずりさんにも大変お世話になりました、あの何人ねゲスト呼べたのかなっていう、2人でやった回の方が全然少ないもんね、ねえ、そうなんですよ、だから本当にいっぱいの18回か19回そうね終わってるんだよ ね、 ね、でそのうちだから12以上は来てもらってる、ねえ、本当ですよ、ね、もう本当に感謝感謝で、本当だね、そう、このね、あずりさんのこのラジオがきっかけでステアも、ね、うん、結成して、そうだね、そうだね、そうで、この番組の、ね、おかげで共演したミュージシャンもいっぱいいますしね、新聞紙とか、新聞紙で一緒にやってくれたりとか、そうそうそう、でね、ほらライブもね、ステアと一緒にっていう特別のライブもしたりとか、本当にね、いろんなきっかけをもらった番組でありましたので、来月は、まあ、そうだね、過去を振り返ったりとか、ね、はい、いろんな、ね、ゲストさん来ていただいたので、ちょっとそれもあの流しつつっていう感じの放送にしていこうかなと思いますので、ぜひぜひ最終回はあの生放送でご覧いただきたいなと思いますし、はい、あのアーカイブは、ね、全部残ってるので、そうかそうか、いつまでも、いつまでも黒歴史が黒歴史で、ね、いろいろな回がありましたからありましたね、はい、なんかいろいろあったね、あっという間だったね、あっという間だった、ほんとよ、1ヶ月に1回っていうのが意外と早いもんだなっていう、そう、本当に、うん、だからこれがあったから、やっぱりなんかこう月始めのなんかこう、確かにシャキッとする感じは自分たちもあって、うんうん、あ、7月だとか8月だとか、なんかね、そういうのもありがたかったなっていう、ね、もうあれか、浅草橋もあんまり行かなくなっちゃうね、そうですね、浅草橋ね、本当にそうね、あずりがないとなかなか行かなかったかな、ということでですね、はい、まあ、あの放送は次回で終わってしまうんですけれども、我々のライブなんかもね、あの、そうです、そうです、今月、ね、そう、やっと今月になった、よいしょ、うん、見えますでしょうか、あ、ちょっともしかしたら逆転しちゃうのかなと思いますけれども、ごめんなさい、 はい、鏡に映して映す7月18日です、はい、火曜日かな、うん、チューズデー、火曜日だね、はい、の18時30分スタート、嘘です、オープン、あ、ごめんなさい、いつもこういうの間違うんだよな、7時スタート、夜7時ですね、はい、これは浅草ジャズーさんで、はい、あのライブしますので、まあ、これはね、あの本当に定期的にこれからもやっていくので、なんか久しぶりの気がするけど、そうなんですよ、ちょっと痛むかな、そう、あのスケジュールがあの、ね、合わなかったのと、なんか、ね、結構ジャズーさんが ね、 ね、忙しそう、忙しい、そう、取れなかったんですよ、だから
ね、私たちも楽しみなんですけど、まあ、このライブはすごいなんかこうアットホームなライブなので、なんかライブ初心者だよっていう方も本当に楽しんでいただけるライブなんじゃないかなと思いますし、終わってからの ね、そうお客さん同士が知り合いになって帰るって、そうだからみんな仲良くなって、なんかこうジャズ浅草のなんかコミュニティにみたいになってるんで、はい、ぜひぜひあのあんまりライブ行ったことないよっていう方も来ていただければなと思います。ということで、あの私たちのツイッターなんかもねありますんで、今後のライブもそちらの方で更新していきますので、うん、追っかけていただければなと思います、はい、それでは、はい、ありがとうございました。じゃあいい時間になりました、はい、もしマンボウ詳しい方いたらご一報ください、はい、ここになんでそうここで終わってるのか、はい、こういうバランスになったのかね、はい、気になるところであります、はい、それでは今日もあのエリコとケイコの音楽人生ダウンアップのお時間でした。また来月、